ジョイ,イーターズポッドキャスト変革への道めっちゃ丁寧にやらなきゃダメですね。で多分だんだんみんな慣れてくると、はい、あのもっとあの。 安定してくるとあのあこれはどうせ変な嫌がらせだろうなとかはい、はい、あとはそのリスティングの時にちゃんとわかるようにするとか、うん、これは多分慣れてくるとマーケットは良くなるとだって株式会社っていうのは昔怪しいってみんな言ってたんですよ、はい、最初できた頃ってで,で最初は株式会社ももう賭博みたいだって言われてて。はい で、最初の株式会社っていうのは、社会的意義の目的があるものしか株式会社作れなかった。ね、水車を作るみたいな。で、今みたいに普通になってなかった。だからちょっと時間が、最初は怪しい人たちが使って、怪しいこととして被害者が出るから、でも、いずれはもう普通なものになると思うんだよね。でも世の中のものは全てそうだってことです。そうだ、ね。最初はその、あるってことですよね。 とかなるほどね。だから実験になってください。<laughs> なんで僕を燃やそうとしする, <laughs> する <laughs> なんでそんな嬉しそうにしてる人が燃えてるの。強そうだから。<laughs> <laughs> いやもう慣れました。なんか<ー>変なことを、もうあらゆる誤解にはもう慣れました。いやすぐ燃えるんで。 最近はないですけどね。でもそういう人がやるのが大事だと思うんです、ね、あ,<ー>あとは経験があるから、はい、あのどんどんこう対応できそうす、ね、はいはででもサロンの話はすごく面白,く面白いと思うんですね、はい、で僕も今ある RAIN というプロジェクトがあってこれも元ゴルマン・サックスのバンカーたちが作ってる DAO でこれはあのトークンを配って、はい、でそのトークンの代わりに会社の株をもらうのねはい、はい、そうするとその DAO の中にいろんな会社の株があるの。はい そうすると会社がお互い助け合うインセンティブになるじゃない。<は>だって自分もそのトークンを保有して。だから本当に系列みたいなもんなんだ。はい、ああで、まさにそのラーメン屋さんとかそういう人たちも、例えばみんな DAO のトークンの代わりに自分の会社の株を持たせて、で、その DAO のトレジ u リーにみんながの持ち物もそこにある。はいはい、そうすると、 金銭的なインセンティブが出るわけでねその仲間だから本当に昔の財閥みたいなのっていうのは、おで結構簡単にできるんで、そういうのを設計してる人たちも結構いるんだよね。で、まあいいのかどうかわかんない。まあいい人たちが参加してたらいいよね。いいすよね。全然じゃあ、日本遅れてますでなんかそんなとこまで話行ってないもんな。でも海外でもあんまり行ってない。あ、そうなんですか。日本は、あの、で、僕日本はすごく可能性があるかなと思うのは、ドバイみたいにもうすっごいお金持ちがいっぱいあって、結構プンプンお金の匂いがするのね。Web3 ってアメリカとかだと。 でも日本ってまだあんまり儲かってないから、ね、今ちょっと下がってるじゃない。はい、なのでもうちょっと中長期的に、はい、あのお金だけじゃない価値をみんなで作ろうっていうのがあるので,はい、はい、でそっちの方が健全なモデルとか健全な法律とか<あ>あの健全な人間ができると思うのでそういうなんかお金の匂いがしないものを今海外で作ろうとすると。 あ案外難しかったです<あ><の>日本だから今それができるけってさっきの話でもなんかドバイに行ってこんなにお金申し見ると真面目な仕事したくないってなるそんな気分になっちゃうの向こうに。日本はまだ真面目なことできる人けどはいる DAO って、じゃあ、例えば、えっ、ー、と、もうお金儲けたことじゃないんだと、このコミュニティは、もうそういうことはどうだってよくて、なんかここをもっと活性化させるとか、ここをなんか熟成させることに、チームであろうよ、コミュニティであろうよってやったときに、なんか荒れないんですかネタが尽きるみたいな。 そこのコミュニティの、なんかお金稼ぎになった時に、なんかとにかくみんな、ああ、稼いだ、あれ今美味しいからやってね、みたいなことで、どん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 やるじゃないですか。じゃあ人はそういうことから、えっと、逃れた時に、離れた時に、じゃあコミュニティ作りました。じゃあそこのコミュニティって、なんか、 新ネタを次から次へとテーマを出さないと活性化していかないのか、うんうん、それともうまく設計していけば別に誰かがテーマなんか出さなくてもずっと回り続けるもん。多分だからその、なんだろう、あの、地域だったらその土地感はいはい。二さんだったら自分っていう。だからプラットフォームっていうのが時間にとって年取ったり変わったりするので、はい、なんかそういうやっぱりなんかの上に、なんか空中で何にもないところで作るとネタは綺麗と思うんだけども、でも例えばこの地域で、 あのメンバーが全員、あの参加してると、地域って常に何かあるじゃないですか。あるんですよね。あ、あとは、だから、例えば、ふるさと納税がダウに入って。はい、で、その、あのふるさと納税のコミュニティが、その税金を何に使うか。で、その地域の人たちもそこに参加すると、が、常に多分あるんだよね。あ,<ー>あのやんなきゃいけないこととか、だから、そういう感じかなと思うんだよね。常に何かあるって、超大事ですよね。あの、だ、だから、僕、あのプラットフォームって案外大事なの。なだから、ファン。 っていうのもその、アニメならアニメのプラットフォームの上にすごいコミュニティがあるけれどもはい、はい、で結構そのプラットフォームが安定してるのが大事だけどもただプラットフォームと関係ない世界観ができちゃうじゃないそのプラットフォームは結構日本ってあると思うの、はい、食べ物もそうだし文化もそうだし土地もそうだし、まあ、芸能人のキャラクターもそうだと思うんだけども、はい、ただ,だから逆に自分の責任だよね。常ににネタになな。るような こ人,生人生が送る,と送るっていういや,いや,いや,いやコミュニティは超興味あるんですよねなんか、うん、どうやればあのしぼんでってどうやればずっとあの活性化し続けるんだろうっていうのはここの設計超興味あるあとはだから中の人だよねあ、うん、だからあのやっぱりコミュニティの中コミュニティがスケールするために中でやっぱり結構仕事できる人が必要なんだよねある程度そ,そうっすよね、うん、でそういう仕事できる人たちが来るような コミュニで,でそれはこうななんていうのかだからただ単に横で見てる、はい、オーディエンスだけ引っ張ってきちゃうと手を動かすのが人、ねはいはい、いないのでそうするとコミュニティっていうよりもなんかファンクラブただのファンクラブなんだねでもいいファンクラブって結構やる人って出てくると思うんだけどそういう人たち見つけてこうちゃんと応援してである程度権限がその人たちに渡るっていうところが結構重要なんじゃないかなと。 リーダーになった時に渡す鍵、はい、っていうのが必要で,はい、はい、でそれがそのディスコードなんかだとアクセス権とかモデレーター権とかそういうででゲームのギルドってそうなんだよね、うん、で多分いろんなそのあの人を入れたり出したりする権利だとか、はい、リソースを動かす権利だとか,だからちょっとそこはこう設計ががあった方がいいと思うんだよねこういうことってすごい大事だなと思ったことがあってえっ、ー、とー。 スペインのサンセバスチャンっていうとこ行ったんですよ。うん、そこ、食の街、美食の街とかで、あのー、みんな夜になるとですね、酒場がバーって出て、で、みんな酒飲むんですけど、そこの文化がむちゃくちゃイケてて、な、うんか2杯ぐらいお酒飲んだら、次の店行かなきゃいけないんですよ。 なんか日本だとずっとね一軒であれじゃないですか 2>, <本>2杯飲んだら次の店行ってみたいな感じでなんかずっと同じ店で飲んでる人なんかイけてないみたいなのになるんですね。ああああでなので、えっと、一晩で8軒とか9軒とかはしごするんですよ。 で、まあ、それもすげえいけてるなと思ったんですよ。まず、えっ、ー、と、人がずーっと動いてるんで、しかも飲みながら歩いてるんで、いい感じに、えっ、ー、と、い冷めるし、お腹減るし、だから、お酒は売れるし、だからそれ合理的なんですよ。で、それいけてるなと思ったのと、あと、面白かったのが、えっ、ー、と、そんな感じで、えっ、ー、と、飲み歩いてるもんですから、2軒目で一緒に飲んだおっさんとかと、また6軒目で、あーっとかなったりするんですよ。あ、面白いね。で、僕、えっ、ー、と、 それがあって7軒目ぐらいで飲んでたら立ち飲み屋だったんですけどこのスペイン人のおっちゃんとですね「おお!」ってなってさっきいたねみたいなんですげえ盛り上がって、はい、僕もベロンベロンに酔っ払ったんですけどあのこの文化超いいねっていう話をそのおじさんに言ったら「お前ちょっと面白いところあるからついてこい」って言われて「行きます」みたいなことで「で車乗れ」って言ってあのタクシー乗せられたんですよ。あれと思ってずっと歩いてたので急にタクシーかと思ってでも乗ったんですね。じゃあ5分経っても 10分経っても着かないんですよ。で、15分経っても全然着かなくて、パッて見たら、もう山奥のもう森の中走ってて、パッて見たらもう町はもう遠く離れてるし、あ、これ誘拐されたなと思った最初その時は、あ、終わったと思って。で、これ変なとこ連れてかれるんじゃないかなと思ったんですけども、いや、合日がえだと思って、その行ってですね、どこに行ったかというと、山奥の工場みたいなのが行ったです。工場入るとですね、人がもうごった返してて、 めっちゃ盛り上がってるんですよ。山奥の工場で。で、みんなバーってやってて、ここは一体何なんだと思って、あの、座れっていう座らされて、で、この木のテーブルにフランスパンがバッて出て、あとこの空のグラスがガンって置かれたんですよ。で、これ一体何かなと思って、パッて見たらみんな空のグラス持ってる人たちが、隣の部屋に行ってるんですね。で、僕もこれ持って隣の部屋に行くと、隣の部屋に、あれ確か、ヒードルっていうお酒だったと思うんですけど、あの、 シードルの樽がですね、3メートルぐらいの樽が、つらーって両脇に並んでてで、そっから樽から直接こうお酒を、あの、注ぐっていう、うん、そういうシステムだったんですよ。うん、で、あ、これは面白いと思って、こうやるじゃないですか。そうするとこう、3メートルの樽のですね、水圧って半端なくて、うん、もう全部跳ね返っては入んないんですね、結局。で、しょうがないからっていうことで離れるんですけど、うん、この弱地から。うん そうすると次あのひ、ひねれない。手が届かない。<laughs> じゃあどうするかっていうと、もうその辺にいる人に、すみません。あ、ちょっとひねってもらっていいですかみたいな感じで、ひねっていただいて、で、こう、トトトトトって入れて、次、じゃお返し僕もやりますって、ひねって入れて、で、はめましての人と乾杯して飲むんですよ。で、要はここで共同作業しないとお酒にありつけないんですね。<ー>なので、このお客さん同士がむちゃくちゃ盛り上がって、<ー>店のところがもう中はもうとにかく、 お客さん同士むちゃくちゃ盛り上がってて、で、そこに連れてきてくれたスペン人のそのおじさんが言ってたんですけど、もう一つ面白いことがあって、この酒はさっきの店に置いてるんだんですよ。要はそのお酒だけを飲もうと思ったらさっきの店で飲めるし、もっと安い値段で飲める。で、ここになんで人が集まってるかっていうと、お客さんに会いに来てるんだ、お客さんは。うんうん、それは見事だなと思ったんですよ。で、もうちょっと、えっ、ー、と、踏み込んだ話をすると、そもそもなんで、 この人たちは仲良くなったんだろうっていうところに、うん、えっと、掘り下げて考えると、これ結論やっぱ不便が一つあったから、要は共同、協力しないと突破できない、あの,あの不便があれ一人で入れてたら、うん、この店はこれ生まれてないわけじゃないですか。って考えたら、そのコミュニティっていうものを活性化させ続けようと思ったら、うんうん その戦略的に不便をちょうどいい感じに言い方ちょっとわかんないですけど解きたくなる問題をちょうどいい感じに配置しておくといいんだろうなって思った時に多分地域それなんですよなんか地域ってなんかちゃんと夏祭りとかなんかあるじゃないですかあれ誰が始めたかわかんないですけどみんなでやらないといけないじゃないですかあの夏祭りの準備とかって。あれってよくできてるなと思ったんですよで時に災害が来てみんなでやるじゃないですか。 ああいいうう不便ってて、ものを入れんにも。ね、今はうちの DAO なんかは、はい、今はもう Web3 そのものが不便だからだから、まあ、かウォレットを開いてそ,かでそれを新しい人に古い人が教え,る教えて,あげるてそれだけでも<ー>っていうかねうちの DAO って今ねほ,ほぼ9割それだけなの。 まず入るだけののみんなのお手伝い,い,い,あいでもそれはむちゃくちゃいいっすよねうん、うん、コミュニケーションがそれで生まれて手伝った人にはトークンご褒美してるっていう感じなのねそれは、うん、いいですね今の時期はそれは一つありだと思うなるほどなでもそれは教えてくれた人のこと好きになるもんなもうどう考えたってうん、うん、で教えてる側も気持ちいいっすよねそうでで結構一旦やれば教えられるじゃないだ結構そのそ早いんだよと やってってるんだけども結構面白いよちょっと前に入った人が次の人に教えてるっていう感じああそれは面白いえそれって最初の人が教えるポジションを離れないみたいなことないですかうん、でもねそれわざとその人たちはだんだんこう引いていくように今シェとしてるてうまいななるほどで楽しいんだよねで,で結構 NFT ってはじだからウォレットを保有して NFT をもらってトークンもらって誰かにあげるっていう活動だけでも、はい、一応それでなんか Web3 やったって感じになるじゃないだから結構それはそれれはで。 でも、<や>でも、その、その説明見ても、跳ね返えちゃう人が9割だけどね。はい、こんなめんどくさいの <laughs> めんどくさいみたいな、うん。だから多分その、飲み屋に行ってあ、あんなのやりたくないって人も、でもまあ、長いタクシーで来たから、そこではもう帰らないんだろうけど。はいはいはい。うん、あれようって聞いてたんですよ。だって、ディスコード見てももう嫌だと思う人いっぱいいるんだよね。ディスコード、僕、僕もちょっと嫌ですもん。うん、なんかもう、文字が多いなと思っちゃう。なんかパッと見た時に。うん、そうなんですでもまあ、でも、確かに、 説明するっていう、確かにもう Web3 自体がまあまあ今のところ不便だっていうのって、それはすごいいいですね。でもそっか、なんかやたら見てると、すごい危機として教えてる人がいるんですよ。だから嬉しそうに。ああ、そうそうそう。そうすごい嬉しそうなんですよ。これこうやったらいいんだよ、みたいな。うん、あれはでもやっぱ、必要だし、なんか、 役割みたいなものがあるとです役割と役に立ってるか健康的っすよね役割みたいなものがあると。うん、それは今すごい良い,いい時期ですよね。だからあのなんだサロンに Web3 の, We 3のなんかチーム作っちゃって実験するとかね、はいでそこ。そこだけでまずトークを始めるとかね。なるほどな。なるほど。多分いるんでしょう、多分もう。 あのサロンの中で。います。います。そういうの、教えたが。はい、はい、は,は,いは,いはい、います。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 それ面白いですね。なんか。うん、もう入ってみ、見てみたい。でも、僕日本語ほとんど読めないんで。嘘でしょえ、本当ですか?。今、なんか読み上げソフトで、僕ずっと海外で。 教育受けてて、はい、で日本に帰ってきてから会社の社長とかやってるんだけども、はい、ずっと喋ってばっかりで、はい、ああ書く読むは別にしないしそうそうそうだから妹は読み書きができるけどあんまり話せなくて、はいはい、で僕は喋るけどよ、はい、読み書きができないだからだから読み上げでやるけど斜め読みができないからそっかなるほどなるほどちょっとねの日本語 DAO の数はそっと制限してんだけどいや<て>でもちょっとヒントいただいたな 確かに Web3 がそもそも面倒くさいっていうのは、うん、そこもうちょっとしたね。<noise> あとはやっぱり、やったことない人が、この仲間と一緒に初めてやりたいっていうのは、一番最初の NFT を誰からもらったかって、きっと重要なんだよね。そうすると、なんか仲間とやりたいよね。一番最初にもらったのが、なんかデ,デ,デパートでもらったのじゃ嫌じゃいはいです いやそれでもその時の,その作ってあげる NFT とか、どういう NFT にするかちょっとね。そうなんですよ、ねうんあ。あとは年賀状。年賀状の準備した方がいいよ。な,んすな,んすなんですかなですか僕去年年賀状 NFT 出したんだけど、はい、年賀状の NFT をもらうようになると思うんだよね。 だから、<laughs> こと、今年の年賀状、結構 NFT 出ると思うんだけども、ただ準備しないと結構大変なの。たくさんの人に NFT をバーンと送るのとか、ミントするって結構設計しなきゃいけなくて、で、僕は去年、設計してみんなに NFT を送ろうとした仕組みがあったんだけども、はいはい、動かなかったの。はい、大みスとかクリッククリッククリック、いつを、送ってたので、それ大変だったので。年賀状 NFT ね、うん。だから例えばサロンのメンバーに、お財布保有してる人たちには、 今年はサロンの年賀状は NFT が発行しますっていうのもありかもしれない。いないそれが初期の最初のこう体験みたいなのってあり。年賀状ね。NFT ってなんか本当みんなあの手この手でその NFT に価値つけようとしていてすげえ全クリエイティブでおもろいなと思うんですよね。うん、なんか僕 そういうこと先々月ニューヨークでずっとあの NFT のイベントがあってなんか暇だったんであの本当に街の片隅で行われてるようなやつにも行ったんですよ。なんか便乗してやってる NFT のイベントもいっぱいあってでそれすごいイケてるなと思ったんですけど、うん、なんかそのキャラクターが4体ぐらいいるんですよ。そのでこれ全部 DJ のキャラクターなんですね。うん、この入ってみてイベントやってますみたいな DJ のキャラクターこれ売ってますみたいな感じでやってたんですけど。 いらないなと思ったんですよ。この時点では。でもいらないじゃないですか。まだ何,何,何もよくわかんない。で、まあ、可愛いキャラクターではあるんですけど、いらないなと思ったんですけど、そのイベント何をやってたかっていうと、えっ、ー、と、この DJ のキャラクター、それぞれ DJA、DJB、DJC、DJD がいるんですけど、このキャラクターとですね、イラストレーターがですね、えっ、ー、と、タッグを組むんですよで。で、イラストレーターっていうか、ライブペイントする人がタッグを組むんですね。 でそれ何をやってるかって DJA と,と DJB DJ のこれそれぞれライブペインティングのこの人がいるじゃないですかこのライブペインティングの人はこの DJA を描くんですよ。で DJB のライブペインティングの人はやっぱ DJB のキャラクターを描くんで,す、ね、でこれをせーのでその DJ, DJ バトルしつつですね DJ を回しつつですねこの A と B のキャラクターのライブペインティングぶわっ,ってやって最後お客さんがどっちが良かったかっていうのを。 投票するんで,す、ね、で今回は A、ええ、の方が良かったっつったらトーナメント上がってでやってるうちになんか応援しちゃってもうすっかりこの NFT が欲しくなっちゃって <laughs> <laughs> うまいなと思ってなんかライブでその NFT に思い入れをえと作って入った時は全然いらなかったものなのにもかかわらずなんかそうやって応援する仕組みを作って。 で結局、その時の NFT、めっちゃ売れたんですよ。みんな多分いらなかったはずなのに、なんか無理やり応援させられて、で、しかも無理やり投票もさせられた時に、なんか自分が僕がこっちが良かったって言ったのがですね、その負けてしまった時に悔しくて、うん、<laughs> じゃあもうこいつのことが愛おしくて仕方がなくなっちゃったんですよね。で、あれとかもよく考えたなと思って、なんかあれオープンシーンにただ出てるだけでは、 いいいらななじゃないですかだからリアルの体験の思い出っていうのが重要なんですよ、ね、かまさにポーアップっていう,、はい、言うんですけど、はい、でよくライブでも確かにセ「セックスピストル」のすごく有名なライブハウスのイベントがあって、はい、どっかで読んだのはそこに何千人も自分はいたっていう人がいるんだってありえない,えういうありえないぐらいの人は、はい、あのコンサートいたっていう人いるわけ<ー>本当にいた人はやっぱり証明したいじゃない だから、私はここにいまして、ね、はい、そこでしかもらえない NFT っていうのって結構重要だと思うんですよね。かだから、オーディエンスに対してあげるとか、だから、まあ、今、チケットを買って行ったらそのままキープするのとあるんだけども、はい、リアルワールドの NFT ってすごくありだと思うんで、今みたいにこうなんかそこで思いやり、思いやりをこう作るっていうのもあるけれども、常に、はい、もうすでに,にあるものだったら、行かないともらえないっていうのは重要、はい、行かないともらえないね。うん、いや、間違いないですね。 その辺おもろいっすよねみんながあそうやって価値作ろうとしてんだみたいなそう面白いねでもこれからすっごい工夫今想像できない工夫いっぱい出てくると思うだよねだから今やっぱ面白いっすねなんか失敗もいっぱいあるでしょうけどうんうん、うん、だからあとはねこの今みんながどの NFT 持ってるかっていうのも分かるんだよねはい、はい、だからあのコラボレーションってもあるんだけどこのイベントに来てる人たちで あの何々 NFT 持ってる人たちみんな手挙げろって言ったら確認できちゃうんだよね<ー>でねその人たちだけにこの人とこの人のコラボレーション NFT が発行できるとかそういうので結構できるので<ー>そうするとその優待券みたいなだからサロンのメンバーが僕のイベントに来ると特別の飲み物がもらえるっていうのもこれ全部 NFT チェックできるから。来た人た人ちは特別の NFT がまたもらえて、その NFT を持ってる人は違うことができるとか、だからちょっとゲームみたいに、だからあとスタンプラリーみたいに、全部のコンサートに来た人にはこの NFT がもらえて、その人は来年はファンクラブがタダだとかっていう、こういう、いそうすると結構人の行動を少しこう誘導もできちゃう、なんかポケモン GO みたいなのもできるわけ。今ここに来ると NFT がもらえる、この NFT 持ってる人は来年タダだよとっていう、そういうマーケティング的にも使えるんだよね。はい で、それをリアルとつなげると、結構面白いと思うんだよね。そうですよね。しかも、自分なんかは、やっぱ、リアルのイベント。結構やるんですよ。その、でかいイベントとか、ばってやったりだとか。あと、絵描くんで、その、古典とかも、やっぱリアル、うん、行かないと。はい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 。で、せっかくリアルの場所持ってる人間だったら。うん、そこ絡めない手はないですよね。そうだ,よねだから、リアルな絵を見た人は。 タッチすると NFT がもらえるっていうとそこに行くよねなるほどねでその辺のツールはもうどんどんできてるしはい、はい、また僕の投資先なんだけど、はい、あの NFC みたいなのがあってそれをタップすると NFT がもらえるっていうのがあるのでそうするともうそれをただ絵に貼り付けとけばその NFT が発行できるってうできるんでいや面白いないやちゃんと勉強しなきゃですわなんかその、うん 全部知りたいで何が起きたかっていうと、はい、去年は片手で勉強しててもキープアップできたんだけども、はい、今はもうすっごい情報量ではい、はい、もう24時間 Web3 のことだけ勉強しても追いつけないぐらいになっちゃったから大変なことになっちゃったんだよね。 だから結構どの分野もこうある程度複雑になってくるとこう専門領域に入っていくとそうなってきちゃったんだよねあ<ー>まあ全部理解するって無理になっちゃったのであ<ー>だからあの、まあ、それやるなっていうことじゃないんだけどはい、はい、結構大変なんだよね今なるほど。キープアップするのもなんか日本の方が NFT とか DAO は僕みんなが正直回してるとは思ってないんですけど、うん、正直。 NFT とかを使って、なんか、なんか日本はどう考えたって今、元気はないんじゃないじゃないですか。なんか希望はあるんですか n f ける n f t とか。なんか日本、あまりにも希望今はなさない、ない感じですかまあ、だからすごく単純に考えると、はい、NFT っていうのは、世界の市場に、はい、出せる、はい、標準化されたものなのね。はいはい、まあ、売り物的に。うん、そうすると、その、 だから今だとこうローカルでしか売れないものもが世界で売れるもはい、はい、ようになるそれはその,あのエアビーみたいな部屋なのか食べ物なのかアートなのかでそれがその世界ステージに出る、うん、だから NFT アートがなぜ重要だったかっていうと今まではちっちゃなオークションではい、はい、限られた人しかあの参加できないから値、はい、がちゃんとつかない、うん、で,であとはその特にマニアックなものだと世界に何人しか好きな人がいないのが 今までででで、はちっちっっっゃななコミュニティでやたたけども、世界にできなかったのでだかのだら中長期的にはこの秋葉原オタクだとか例えば日本のちっちゃなライブハウスのこのバンドとかがう世界中の人たちがファンになったり参加したりするということが可能なのでただそこをこうコミュニケーションするのには多分英語力だとか技術力だとかそういうのが必要になってくると思うんだけどもただやっぱり結構ローカルのものが。 世界にに出していく一つのインフラにはなると思うんだよね。だからそれはちょっとそのビジネスの方からするとあとは結構海外が日本のファンって多いんだよねこ空き家のファンだったり文化のファンはい、はい、でやっぱり今回の山古志村のやつもそうなんだけどもはい、はい、今四8 0 0人の村民なのに何千人のいい村民が出てはい、はい、でみんななんだかんだ今山古志に関心持ってるのではい、はい、だからやっぱり海外にわざわざ行かなくても海外の人たちが日本のいろんなプロジェクトに参加するっていうこともできるので。 だからやっぱりっぱグローバル化は楽になる,なるで,で,あで海外からのこう支援もう直接受けられることができてくると思うんではい、はい、ただそれってやっぱり、ま、言語の問題もあるし考え方もすごくこう今までの日本の考え方とちょっと違うのではい、はい、そこにこう乗り越えられるかっていうこともあるけど、はい、ただもうリアルで例えば代官山の あのお店やってる友達なんかでももうみんな中国人対応に中国語を話せるスタッフもいるしあと旅館とかもだんだん外国人向けになってるので多分そのホスピタリティとかそういう観光はもう外国向けにだんだんな、まあ、今ちょっとコロナで来れてないけどもだけどそれ以外の観光客以外のいろんなコンテンツだとかも,もう外国と直接できるような編集をすると。 もっとコミュニティが広が広る。ただこれどはい、はい、逆にど,どうですか今のサロンなんかは全部日本語でドメスティックでやってるから。いやサロンは,はいはい。でもあれのあ,あそこになんか外国の人が入ってくるこう設計って可能だと思う。難しい,いや。サロンは多分難しいと思いますね。ねただ自分は例えばでも、えー、と映画とかっえとミュージカルとかはもう全然あの日本人オンリーじゃないんでなるほどそっちとか行けそうですけどサロンになんか入れると。 感覚わかんないわかんないと思いますね。うん、なんか。あと意外と、そのなんか、主婦とかも多いんですよ。その人たちを、えっ、ー、と、もう。ないがしろにというか、なんか、私がここにいていいんだろうかっていう空気にしちゃうと。うん、そうだよね。居心地がいい文脈があるから、ね。はい,はい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 。だからね。だから、からサロンとはなんか、別でなんか。やるんだろうなと思いますね。そういうのになってくると。うん、でも、そこも結局。 簡単じゃないから、はい、そういうのがの感覚がある人が多分最初出てくると思うただゲームとかアニメとか上手にやってるよね<ー>海外にだからできるんだよね行こうと思えばで海外も日本に寄ってるのでそことこうつなぐっていうことだと思うんだけどねなるほどねいやちょっといろいろ試してみますなんか、うん、でも案外その日本 かなり日本ののアニメは向こうの人見てるんですよ。はい、僕もあの80年代からずっとアメリカ行ったり来たりしてるんですけど、はい、やっぱり80年代はお金儲けで日本語を勉強してたんだけど、はい、今の日本語を勉強してる子たちも圧倒的に日本の文化が好きだからそうすると日本のジョークとかって結構わかるんだよね。はい、で僕は外国人向けの日本のテイストの漫才とかね、はい、日本のテイストの,あのミュージカルとか他のものをだ,ってだってもう80年代 90年代アニメ見てる人たちが今40代50代になってるからそういう人たちはなんかアニメだの時に学んだそれこそうるせえやつだとか見てたあの感覚を他のメディアで多分あの吸収できてないのねでもニーズはあるんだよだからちょっとそのなんかこう日本人好き心をくすぐるような他のコンテンツをこうちゃんとこう外国向けに移植するっていうのはありだと思うんだよねああでもギャルバースとかってースのそうなの。 でもそれをそのなんかちょっと違う、はい、あの西野さん的なコンテンツっていうのもありだと思うんだよね。あそう考えると何かいろいろありそうですよね、うんか。だからニューヨークとかに行ったのいいんだよ。はい、あ,のあそこの雰囲気があるので、はい、あそこにこれを持ってきたらみんな乗ってくれるかっていうのを、はい、NFT とかで実験してみると面白いと思うんだよね。 あ,あとやっぱりりひねねだよねせっかくそういうの上手なんで、はい、ただの絵じゃなくて、はい、だからこの間あのあの藤畑さんがやった、はい、あの NFT っていうのは人が買えば買うほど安くなる NFT があって <laughs>、はい、だから100万で2人になると50万になって、はい、でこうだから変じゃん、はい、でそれがアートだったりするので、はい、だからこうちょっと普通の NFT と違う、はい、なんかプログラミングでなんかこうひねるっていうのはありっ,っすよね。 そそういうういのの考えるの楽しでそれをなんか新しいゲームもいつもなんかみんな前のゲーム真似するのは簡単だけど新しいフォーマットって一番みんな覚えてくれるじゃないはいはいはい、はい、やっぱり一番まだこういう NFT の使い方したことないっていうのを作ると、うん、名前も残るし結構おお大きくなると思うんだよねいや絶対そうっすねなんか僕ここまだここの掛け算全然思いついてないですけど旅客機を買ったんですよ なんか面白いなと思ってりょ旅客機を買ったんですよなんかえっ、ー、と戦争が終わって、えー、と多分一発目じゃないですか、ね、なんかえっ、ー、と国産のですね YS11 っていう旅客機がうん、うん、もう日本が作った旅客機ですねがえっ、ー、と ちょっと前に、あの、ヤブオクで出てたんですよ。三<ー> 2>, 2年か3年かぐらい前に。で、もう即決価格、もうオークションとか入る前にもう即決でこれ買おうと思って、旅客機買ったんですよ。今スリランカ行ってってるんですけど。<ー>飛ぶのあ、あのー、もう、えっ、ー、と、運ぶように、もう、わあのー、解体しました。うんうん、で、日本に持ってくるんですね。で、やっぱ日本初の、で、なんか、思ったのは、 歴史を変えるタイミングって本当にないなと思ってて。<laughs> なんかいろんなタイミングが乗っかんないと歴史変えないじゃないですか。で、自分が何作れないかなって考えたときに、やっぱりその時間みたいなものは、絶対作れ、樹齢千年とかもう僕の人生では作れないわけで、で、時間を変えるタイミングはあんまないからっていうことで、とりあえず旅客機買ってみたんですよ。その産しかも、もうね、世界に2機ぐらいしかないんですよで。それいけ、いいなと思って買っちゃったんですよ。で、今度持ってきて、 どうしようかなと思ったときに、伊豆大島で飛んでた飛行機なんですね。で、伊豆大島の土地を抑えて、で、もう、その旅客機が中に入ってるホテルを作ろうと思ったんですよ。その本当に、えっ、ー、と、もう格納庫みたいなホテルのイメージで、一棟貸しだった。あのい、いろんな人にと止めて、 止まっていただくのではなくて、一日一組、それが別に二人でも三人でも、まあ十人でもいいんですけど、一日一組だというふうにしてみたら、これどういう流れが生まれるのかなと思って、今それ進めているんですね。で、土地をさえて旅客機、えっと、買って、今度持ってきて、ここに今度、あの、旅客機がインテリアになるようなホテルを作るんですけど、どう考えたって、海外の方を、えっと、 ターゲットにした方がそそ良さそうじゃないですかうん、うん、でここをなんかうまいことそのかける NFT いけるとでも,でも予約を単純に NFT 化したらどうなのするとなんか NFT じゃなきゃいけない理由ってあるんでしたっけ、うん、とオークションがしやすいあ<ー>だから僕だったらもう,もう即クリスマスとか抑えちゃうよねんですぐ売りに出すよねそうするとこう流行ってる日がでこの文化だと 知らないかもしれないけど、あのイスラエルではこれは休みの日だから、これ俺を抑えておいて、イスラエルの転売サイトで高く売るとか,だから、いろんな国がいろんな文脈でいろんな日を抑えたくなるよね。そして、で結構僕もね、ずっとこの予約のこと考えたことあるんだけども、はい、あのアメリカだとコンシェルジに行くと、ニューヨークなんか行くと、どのミュージカルでもあの当日でも買えるんだよね。 必ず高い値段で売る人たちがいるんだよね、はい、で、はい、そのマーケットってすごく、ね、なるほどでこれは結構いいマーケットなんだだって言うのはお金がたくさん払え、まあス,スノブの世界だったねなるほどで逆にそれを売りたいがに先にバーっと押さえちゃう人もいるからそのお金は先に入ってくるじゃないで、転売するたんびにも入るのでこのマーケットがあること円債っすねいやいやこれは普通に当たり前のいやでもそのそっかでも そっかでも、うん、確かにそうミュージカル絶対取れますもんねあの、うん、要は一番前の席でもお金払えばいけますもんね。であれはクローズの世界なんだけどもなんかちょオープンにしちゃえばでオープンツリーで予約が売ったり買ったりできるようにしとけばさ、はい、面白いいんじゃないそうなんかあのー、そっちがむっちゃ大事だなと思ってて別にお金儲けなんかしたかったらこんなことやってないですよ。 そそもそも,そも飛行機買うのだってお金がかかるわけだし <laughs> えとホテル作るのも土地買うのもお金がかかるわけだしお金儲けなんかしなかったらこんなことやってないですよもうやってる理由はもう一つで面白いからっていう、うん、であればちゃんとその、えー、予約の仕方も面白いに全部りした方がだから全部じゃなくてもいいよね例えばあのな何パーセントかはもう NFT 化してはい、はい、で多分それってやってないだからみんなやってたら楽しくないけどいまだあんまりやってないじゃんはい、はい で、人に、だって、プレゼントもできるわけだしさ、いろんな使い方あると思うんだよね。で、コンペで、その、NFT は、きゅって送れるのがいいんだよね。今だと、なんとなくこう、なんか、あの、オークションであっても、はい、じゃあ、その後は、こう、カードを、NFT ポットもらったら、もうそれでもらえたっていうのは、すごく楽しいと思うんだよね。なるほど。いや、確かに僕、劇場 む,むっちゃ好きなんで、でもと、ね、もと好きなんで、もうミュージカルも大好きなんで、やっぱり当日、高いお金、いくらでも出すんですね。なんかもう、うんうん、その日、ちょうど時間が空いてて、それみたいってなったら、ここのガスと、次いつ見えるんだって考えたら、うん、もうここで出すの安いんで、うん、すぐ買うんですけど、うん、確かにで。で、NFT をちゃんと作れば、ちゃんと劇団にも高く売れるときに入れるようにできるじゃないで、はいはい、今の転売の良くないのは、 作ってる人に入ってないで行ってないんだよね。だけど行くようになったらまだいいんじゃないかなと思うんだよ。書籍とかもそうですよね。書籍とかも本当は表にちょっとずつ配慮すればどん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 古本屋であのどん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 ね売れ課金できないから嫌だね。そうですよね。そうですよね。ああでもちょっと今のいただいちゃいます。どうぞどうぞ。やって助けますやるだ。マジすか。いやおてかこういう実験が大事よね。はい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 。 あと、そう、なんか、大みそか、あの、ようやく僕持ってんだけどっていうのって、なんかいいじゃん。で、人にも見せられるし、はい。それ、面白いですね。それ、すぐ簡単にできるよね。それ、簡単にできますね。ああ、いや、それやります。すぐやります。やったら、また、あの、応援します。いや、ありがとうございます。すいません、なんか僕、長々と喋って大丈夫ですたね。 いろんな面白いことをやってくれそうなので、あのすごい正しい正しい。や頑張ります。あのとットとその飛行機のホテル作って手伝ってください。はいお願いします。で多分ねダウのあたりの法律とかいろいろ変わってくるので、もしやるとき聞いてていただければあの僕も分かってる弁護士とかいるので、いやめっちゃ嬉しい。やってるのいるんだよ結構あのわかってる人たち。本当ですかいやめっちゃ嬉しいです。 急に具体的な話にされる。ありがとうございます。具体的にやんないと本当にできない、ね。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。おました。